ラジオネームベネットは静かに暮らしたい池田の発言。女の体みたいな形をした野菜はエロいけど、野菜みたいな女の体は全然エロくないな。まあな、そうかな。そうですね。でもケツがトマトの女だった。ああ、バシャーって潰れるからね。いや、それはトマトですよ、それ。いや、でも興奮するぞ。いや、興奮しますかも。それはするかもしれない。ケツ触らしてみろよ、ガシュバシャー。むしゃぶりついてますね、それは。うまい。バケモンがちょいちょいいるんだよ。